日本の発明、発見の一覧は日本での発明や発見のリストである。日本人は多くの科学技術分野で貢献してきた。特に日本は20世紀以降のデジタル革命において重要な役割を果たしており、日本人の発明家や起業家によって電子工学やロボット工学などの分野で多数、最新の革新的で普及した技術が導入されている。日本のポップカルチャーは、その電子技術によって強く形作られ、世界的にも大きな影響力を持っている。花岡清修著、気質外領図館より、メタンフェタミンの化学構造英語版、ウィキペディアモバイルメインページの URL の QR、コードソニーウォークマン D121 電気炊飯器、ソニー U 規格カセットテープテル -01、日本人のアンドロイドベータマックスと VHS は、それぞれ日本の企業ソニーと日本ビクターによって作成された。かの原理を応用した自動食器である。それは1924年の豊田 G 型自動食器で、停止せずにシャトルを交換できる完全自動高速食器で、他にも数十の工夫がなされている。当時は、品質が飛躍的に向上し、生産性が20倍に向上した世界最先端の食器だった。クロノグラフ機能を搭載したセイコーのクォーツ腕時計東京の新幹線、1967年等、修正テープのピンクのモデル B2 口径数とベルヌーイ数を表にした関田嘉一の活用散歩を茹でる前のインスタントラーメン和服和食名古屋城相撲。全日本柔道選手権大会2007年男子決勝史上最も売れたゲーム機プレイステーション2のコントローラーリズムゲームの中で最も成功したものの一つであるダンスダンスレボリューションをプレイ。ありがとうございます。